時間になりましたので始めます。まず補足なんですけど、先週最後の方でちょっと時間の関係上いい加減にやったところがあるんですけれども、そのうちの一つ、について話します。で、タイの場合にはタイの場合には台数的な元一つで生成された、生成されたタイの規定が定まるということを命題でやりましたけれども、それと同様のことが勘定でも大丈夫ということを言っておかないと、勘定で考察をするときに、困るわけですね。で、それで、まあ命題の形で書いておきましょう。証明もしますけど、A をまあカカンカン、で、FX をモニックな多項式としましょう。これモニックで、その次数を、N とします。書いておかないと、まあ大丈夫ですね。これで大丈夫ですね。それで、この時、まあこれ正としておいて、この時、アルファをX で、X の類、ただしこれは、AX モード、FX で生成されたイデアルと、この間を考えるときに、X の類をアルファと置くわけですね。この時とすると、AX モード FX は、1アルファ点点点アルファ n 引く1乗を規定とする、自由加群であると。自由、もちろん A 加群、自由 A 加群であると。ということが成り立つんですけど、自由加群であるかどうか、そんなに問題になることがあるんですかね。まあ問題になることありますね。整数論的には問題になることがあるんですけど、それが問題になるようなことはこの授業ではあんまり出てこないけれども、でもとにかく有限生成であるっていうことは必要なんで、前回例をやった時に、そういうことを曖昧のまま使っていたんですけれども、実はこの命題に依存していると。いうことになります。で、一応証明しておくと、タイの場合の証明とほとんど同じなんですけど、まず生成するっていうことはどうして言えるかっていうと、生成、ちなみにですね、私、間と言ったら断らない限り0と1は違う、つまり0間ではないということを注意しておきます。それで、まず生成するっていうことは、GX を任意の多項式、とすると GX の類が、1から αn-1 乗の、A 係数の一次係数で表されるということが言えればいいわけですね。そうしたときに、割り算をすると、割り算割り算をすると、GX イコールQX の FX 足す RX と。で、この RX の次数は、F がモニックなのでこの割り算ができるわけですね。RX の次数は、RX です。RX の次数は、N より真に小さくなると、いうことが言えるわけです。で、RX イコール、A0 足す A1X 足す点点点 AN-1XN-1 乗と、
とすると、AI は、まあ、A の原点とすると、これはあの FX で生成されるイデアルに入っているわけですから、GX の類、これは RX の類に等しいわけで、そうするとこれはあの A、これはあの A0 たす Hα たす点点点 AN-1αN-1 乗と、こういうふうになっているわけですから、あのこれで生成されているということは分かるわけですね。だから、1から αn-1 乗は、AX モード FX をあの A 加群として貼っていると、 A 加群として貼ると、この部分はあのタイの場合と同じで、あの一時独立っていうこともほとんど同じなんですけど、今度一時独立性ですけど、あの A0 たす点点点 AN-1 XN-1 乗、あのまあ α で書きますか、 α の N-1 乗イコール0、ということは何を言っているかっていうと、あの代表現で考えると A0 たす点点点AN-1 XN-1 乗があの FX で生成されるイデアルに入っていると。でイデアルにこれ割り切れるということですから、これは QX×FX、ということになるわけですね。で、もし0でない弦があれば、 A0 から AN-1 の中で、もし0でない弦があれば、矛盾ということを言いたいんですけど、まあ、FX の次数は正 N で正ってことが言えているわけですね。で、あの、QX イコールあの BMX の M 乗たつ、まあ、定時と定時の項と、A は正規とか全然仮定してないので、注意が必要なんですけど、こういうふうにすると、QX×FX というのはあの正規でなくてもあの FX がモニックなので、最高時の係数は、BM、これまあ0でないとして X の M たす N たすまあ定時と、ということは分かるわけですね。で、これ0でないので、これの次数は M たす N 次以降なんより以上なんですけど、 M たす N は、まあ、あの N 以上で、N 以上でこれは正なわけですね。で、これ N-1 次 N-1 次以下の項しかないので、N-1 次以下の項しかないものがこういうものに等しくなるということが、あるためには、ああごめんなさい、 BM じゃないですね。ああこういうふうに置くと、もしあの QX がこういう形をしているならば、あの矛盾が起きてしまうと。だからあの QX は0になるしかないと、という形なら、こうなって、これ矛盾と。ということで、QX イコール0となるしかないと。ということはあの A0 から AN-1 すべて0。A0 から AN-1 すべて0で、一時独立。ということが言えたので、自由加群であるということが証明できました。だからあのモニック、FX がモニックの場合にはあのタイと ほぼ同じような、タイの場合とほぼ同じような、ことが言えて、AX モード FX で生成されるイデアルという、間が A 加群としてはあの回数 N の、自由加群であるということが分かります。はい、これがあの補足 あの1番目で、もう一つの補足は、だからあの、
特にあの正規なんかの場合にはアルファが正だったら正規形状正だったらそのアルファで生成される拡大体 A の小体を K としたときに拡大体があるわけですけれども、その中で A 乗アルファで生成される間というのは有限生成加群ということが、分かるわけですね。はい、それはもう前回使っていました。曖昧に話していましたけれども、時間の都合上これは後回しにしました。で、もう一つ、補足することがあるんですけれども、K 対次の補足次の命題前回証明したんですけど、K を対、K を対だ、L を K の拡大体と、拡大体として、XY を、K 乗代数的と、K 乗代数的とします。この時この時に、KXY は、代数拡大であると。代数拡大であるというこういう命題を証明しました。ここね、一つ付け足したいことがあるんですけど、これ追加で。特に、特に、特にっていうかよって、L の中で、形状代数的な弦全体っていうのは中間体になると、M をL の弦で X は形状代数的と。L の中で形状代数的な弦全体よりなる集合というのをこういうものを考えると、この M はこれの、中間体になると。であるというのをこれ付け加えておきます。これなぜかっていうと2つの弦が代数的だったらこれが代数的ですから x たす y も x かける y も代数的なわけですね。x プラスマイナス y、だから和についても差についても積についても閉じていると。で、0でなければその逆弦も代数的っていうのはもうすでにやってるわけですね。x が代数的だったらx が代数的だったら、kx は前回証明した命題によって x が代数的だったら、kx のすべての弦は代数的っていうのをやっていますすでに。ですから x の逆 x が0でなかったらその逆弦もここに入っていますからそれは代数的なわけですね。だから逆弦も代数的なわけだからこれは四則演算0で割る以外の四則演算で閉じていてだからこれ単位になってるわけです。で、当然 K を含んでいますからこれは中間体になっているわけです。ということが補足の2つ目です。はい、それからもう一つごめんなさい、だから 3つ補足ありますね。2つと言いましたけど、3つ補足があって、もう一つは時間の都合上前回、スキップしたんですけど有限生成で代数的だったら有限次拡大であると。有限もう拡大体とかって書きませんけど有限生成代数的かどうかは分からないけど、有限次かどうかは分からないけれども有限生成で、
それで、代数的。代数拡大。ならば、有限次拡大。有限次拡大であると、いうこともわかります。で、これは証明しておきますと、これ証明しておきますと、どうしてかっていうと、L イコール K のアルファ1からアルファ N と、有限生成だから、とにかく生成源は取れるわけですね。はい、こういうふうに書けていて、アルファ1からアルファ N は全て代数的なわけですね。アルファ I は形状代数的なので、K にアルファ1からアルファ i-1、これをまあ mi とでもしますか、これ上代数的であるということもわかるわけです。で、一つの元を付け加えたときに、代数的だったら、それの最小多項式を考えれば、mi の mi-1 乗の、拡大次数は有限なので、有限なので、有限なので、L の形状の拡大次数は、mn、これが L で、mn の mn-1 乗の拡大次数、それから m1 の、形状の拡大次数で、これ全部有限ですから、有限ということになって、有限次拡大であるということがわかります。念のために当たり前と思って全然注意してなかったんですけど、念のために言っておくと、L が K の拡大体で M が中間体であるとするときに、これが代数的だったら、これが代数的だったら、これはこれ上代数的で、これがこれ上代数的っていうことも分かるわけですね。L は M 乗代数的で、M は K 乗代数的っていう、これも明らかなんですけど、一応言っておきます。L の元は K 乗の多項式の根になっているわけだから、K 乗の多項式というのは M 乗の多項式でもありますから、これが言えると。で、L の元は形状代数的で、M はそれの部分集合なんだから、M の任意の元も形状代数的。だから、代数拡大なんです。これ明らかでも何も言わずに使ってたんですけど、まあ一応注意しておきます。はい。で、ここまでが補足終わり。補足。うん、前回の補足は終わり。で、まだ補足みたいなことを話すんですけど、主に有限次拡大、代数拡大とかそういうことについて、正拡大の概念を使わずに、お話ししたんですけれども、正拡大の概念を使ったらどうなるかっていうことについて、お話ししておこうと思います。正拡大の概念を使うとどうなるか。使うと、どうなるか。正拡大っていうのは間の拡大があったときに、任意の元がモニック多項式の根になっているときに正拡大というわけですね。で、対乗の場合には対乗は正拡大イコール代数拡大なんですね。正イコール代数的と正イコール代数的なので、正拡大に関して分かっていることは本当は使っても
よかったんですけれども、一応それなしでやりました。で、性拡大のところで、すでに前期本当はやられていることで、例えばあの C が、B 乗、あるいはさらに B が A 乗、正ならば、C が A 乗、正、こういうことを前期分かっていたので、特に単位の場合に、特に単位の場合には正っていうのは代数的っていうのと同じことですから、単位が、別の単位上代数的でその単位がまた別の単位上代数的だったらこれはこれ上代数的っていうことが分かるのでさっきの、前回証明した代数拡大の代数拡大は代数拡大であるっていうのは本当は正拡大のところから分かることだったんですね。でもまあ拡大実数に関しては前回証明したようなことをやらなくちゃいけなかったんですけれどもだから、これはもう本当はすでにやってあったことです。で、それで、もう一つ、重要なところで正な弦全体っていうのは部分間をなす、B が A を含む拡大間であるというときに、まあ、拡大間として C をB の弦で B は A 乗正と。とすると、もちろんこの、C は A を含む B の部分間なわけですけれども、部分集合なわけですけれどもとすると C は B の部分間で部分間で A を含むと。こういうことも前期にやってあったんですね。だからこれを認めると正っていうのは代数的っていうのと同じことですから、代数的な弦全体あそこに書きましたけどあれ、この部分ですね代数的な弦全体っていうのは部分間になっているということがわかるわけですね。だから、XY が代数的だったら X 足す Y も代数的だし X かける Y も代数的っていうことがわかる。で、それが単位になるのはなぜか。で、それが単位になるのはなぜかっていうと次のことからわかるわけですね。で、X がこれ B って書きますか。これが A 乗正とします。この時に、もちろん間として、B で生成される間これは A 乗正なわけですね。で、正拡大で、非常に重要な性質として正拡大があった時に、こちらが単位であるっていうこととこちらが単位であるっていうことは同値でした。この時に、A が単位、このことと B で生成されたこの間が単位であるっていうのがこれ同値だったんですね。これも前期で、やっていたことなんですけれども、このことを認めるとだから A が単位であった場合 A が単位であった場合に、この間は単位であるってことが分かる。だから代数的な弦で生成された間っていうのは単位であるってことが分かるわけです。だからだからだからこれが単位であるときに代数的であるようなものを全部考えれば代数的であるようなもので、全体は部分間なんだけど部分間なんだけど、正だから下が単位だったら上も単位であるということが分かって、単位になるわけですね。だからさっきのこの集合が単位になるってことがこれによってわかるわけです。
はい、部分間ってことが分かるけれども、下が体だったら、これが体であるってことが分かるわけですね。はい、だから あれも分かるし、これが分かればこっちだって分かるわけですね。はい、これも体であるってことが分かって、前回と今回ちょこっと証明したようなことは、本当は性拡大に関する性質を認めていれば省略できたこともあるんですけれども、一応性拡大の概念に依存しないような形で解説しました。はい、そうですね、はい、で性拡大の概念に依存しない形で解説することはできるんですけど、最小多項式を求める当たり前でない弦の、例えば2の4乗根足す4の何でもいいや、これの4、2の4乗根足す4の4乗根というのは結局2の平方根ですけど、これの最小多項式を求めるというような、そういう問題に関してはいろいろ試行錯誤でやってもいいんだけれども、もちろん例えば x の2の4乗根の最小多項式とかって言ったらそれが満たす方程式っていうのすぐ求まるから、 x4 乗引く2とかね、すぐ求まるからいいんだけど、こういうふうになってくるとそういうのは結構めんどくさいわけですね。だからこれはだから1ルート2、1、4乗根ルート2、それから8の4乗根、これで生成される加群 Z 加群をZ 加群に含まれていて、それはZ 乗有限生成ですから、そこで前回お話したような特性多項式を考えれば最小多項式が求まると。最小多項式の問題にすればよかったね、レポート問題。まあいいや、ということが分かるので、割と効率的に、最小多項式を求めることができるわけですね。ただもちろん、この弦が満たす例えば4次の多項式方程式が見つかったとして、その多項式が規約であるってことを証明しないと最小多項式を求めたことにはならない、それは注意してください。はい、で単位の拡大次数とか、そういうことについてお話してきましたけれども、単位の拡大次数を求めるっていうのはとても重要なことです。なぜかっていうと、例えばガロア群をまだガロア拡大まで行ってないですけど、ガロア群を求めるっていうふうな問題があったときに、例えばですね、Q に、超適当に書きますけど、3足すルート、5とかね、こういうふうな拡大、ガロア群、ガロア拡大じゃ、多分ガロア拡大じゃないと思いますけど、こういう問題を考えたときに、これのガロア平方のガロア群を求めようとかね、そういうふうな問題があったときに、そもそも拡大次数がわからないとなんだかはわからないわけですね。多分4次拡大であるっていうことは皆さん想像できると思うんですけれども、実際に4次であるってことを言わないともうどうにもならない。これから共約は全てガロア群の弦で移り合うっていうことに対応する命題を、今日は証明するんですけど、規約でないと多項式が規約であるということがわからないとそういうことが言えないし、あるいはこういうふうな、こういうふうな単位についてもいずれ話すんですけど、これが4次拡大であるということは皆さん多分想像できると思うんだけど、例えばそれはルート3、例えばルート3が Q ルート2に入らないっていうふうなことを言わないと4次拡大であるということが言えないわけですね。で、これが言えると2次拡大については
ルート2は不変にして、ルート3をマイナスルート3に移すようなガラワ群の弦があるってことが証明できるので、欲しいようなガロア群の弦があるということが分かって、これはまあガロア拡大で、ガロア群は Z モードに Z かける Z モードに Z なんですけど、それの正制限が求まるみたいなことが分かるんですけど、こういうところはきちっと分からないと、拡大実数とか分からないと何もできないわけですね。で、これくらいだったら簡単なんですけど、例えば Q ルート2ルート3ルート5、ルート7のこれの拡大実、球状の拡大実数は何でしょうとかっていうことになってくると、もっと難しくなってくるわけですね。こういうふうな考察をしているととても大変なわけですね。これを証明して、さらにルート5が球ルート2ルート3に入らないっていうことを証明してとかって、そういうことをやってるととても大変なんです。で、これが拡大実数もちろん16なんだけど、それはですね、ずっと後で証明するクンマー理論っていうのを使って拡大実数が分かるわけですね。拡大実数っていうか、もうガロア群が分かるわけですけれども、もちろん Z モードに Z の4つの積になるんだけれども、それはクンマー理論クンマー理論というものを使って分かって、そこで初めて拡大実数というものが分かると。だから拡大実数っていうのはガロア群とかガロア理論において非常に基本で、レポート問題を出したりした時に、その拡大実数のことを何も言わないで、もう勝手に、例えばこの弦をマイナスルート2にして、この弦を不変にするようなガロア群の弦が存在するとか勝手に書いているようなレポートもあったりするので、そういうのは不正確なんですね。だから拡大実数っていうのはとても大、拡大実数が決定できるっていうことはとても大事なことで、それは理論的にいく場合もあるけれども、多項式が規約であるということを証明したりとか、そういうふうなことになっているわけです。先に進みますけれども、今日は規約な多項式があれば、規約な多項式があれば、それを根に持つ拡大体があるということが前回で分かったわけですね。前回やった命題の一つで、K が対で、FX、規約、黒板ではこう画数が多いので規約とかってカタカナで書いたりしますけど、レポートではそういうふうに書いてはいけない。そういうふうにすべきではない。黒板にで書いて説明する、やり方とレポートで書いてレポートにどう書くかっていうのはスタイルは違うべきでありますから、それは自覚してください。レポートではちゃんとすべて意味が通じるように書かなくちゃいけなくって、文章として、成立するように、書くべきです。だけど黒板ではそういうふうにしていると、時間、かえって分かりにくいとか時間がかかりすぎるとか、そういうことがありますから、黒板ではだからここは K 対とかって書いてありますけど、レポートでは K を対とするとかって、そういうふうに文章で書くべきなわけですね。はい、その違いは自覚してください。K を規約とするときに、拡大体で、拡大体と L の弦で Fα イコール0となるものがあると。ということは前回証明しました。KX モード FX を考えれば、それが L として取れるわけですね。これも証明しました。で、これを繰り返せば、任意の多項式が一次因子の積になるまで、続けることができると。で、ここでは規約っていうふうにしていましたけど、規約でなかったら FX を割るような規約成分を一つ取って、それの根を持つような拡大体を取ればいいので、FX がどんな多項式であっても
そのコーンを少なくとも1つ持つような拡大体っていうのは必ず取れるわけですね。はい、でだから次のことが言えます。K をまあ対として、FX を K 乗の多項式、まあ定数ではないとしておきましょうか。ここを丸ではいけないですね。はい、鍵括弧、とするときに、拡大体、拡大体と、アルファ1からアルファ n っていう L の元で、FX イコールもうモニックとしてしまいましょうか。はい、X 引くアルファ1点点点 X 引くアルファ n と、となると、つまり一次式の積になるまで、拡大することができるということになります。それは優しいんで、優しいんで次数に関する機能法にでやればいいわけですね。次数に関する機能法で、GX を FX を割る、規約な多項式と、して解いておいて、して取っておいて、GX のコーンだったら FX のコーンになりますから、ある、L1 っていう拡大体、もう拡大体とかって書きませんけど、拡大体があって、拡大体と α1 があって、Gα イコール0になると。で、Gα イコール0だったら Gα(fx) を割っていますから当然 Fα イコール0にもなっているわけですね。で、ということは Fα イコール、X 引く α、 α1 ですね、 α1 かける F1x みたいな感じにかけて、 F1x はF1x は、その割り算をするときに α1 しか使わないので、どっちでもいいです。 L1 乗の多項式になっていると、こういうふうになっているわけですね。で、K を L1 にかけ変えて、機能法を使うと、機能法より機能法より RL があって、今度は L1 の拡大であって、それから α2 から α2 っていう L の元であって、F1x が、これモニックでこれモニックなので、これモニックですね。X 引く α2 から X 引く αn と、こういうふうになるので、 FX は、もちろん X 引く α1 から X 引く αn の積になると、こういうことが言えて、一次式の積になるまで拡大できるということになるわけです。で、最小多項式だったら、最小多項式が同じであるもの、共約って概念を定義するのはいつだっけ。だから共約の概念を定義するんですね。はい、で、はい、で、共約の概念を定義するんですけど、L と M を、K の拡大体、両方とも K の拡大体としておきます。で、α を L の元で、K 乗代数的とします。この時に、もしベータが、それで FX をアルファの、
形状の最小多項式とします。形状の最小多項式とします。で、この時にもし、M の弦で、Fβ イコール0となるものがあれば、Bβ をα の M における、強約と言います。強約というと。例えばですね、もちろん L における強約だって考えていいわけで、すごく簡単な、例を考えましょうか。例えば、α イコールルート2だとしたら、まあ、これはもちろん Q ルート2に含まれるこういう体ですけど、弦ですけれども、これの最小多項式はこれ無理数ですから、最小多項式は一次式ではないと。でもちろんα の最小多項式は x 次乗引く2が最小多項式なわけですね。で、これの根というのは、x 引くルート2と x 足すルート2で、そのもう一つの根はマイナスルート2ですから、β イコールマイナスルート2は、まあ、m におけるとかっていうふうにその考えているところが明らかな場合には m におけるとかっていうふうにもう言わないことにして単に強約って言いますけど、ルート2の、強約であると、いうことが分かるわけですね。もう一つくらいありますか。もうほとんど明らかなんだけど、例えば2の3乗根、α イコール2の3乗根とすると、オメガを1の3乗根、2分のマイナス1足すルートマイナス3と、こういうふうにすると、これオメガの3乗イコール0、オメガの3乗イコール1なわけで、そうすると、α はもちろん x3 乗引く2の、これの項になってますけれども、これっていうのは、x 引く α と、x 引くオメガ α とx 引くオメガの次乗アルファの積、こういうふうになっているので、これはアイゼンシュタイン多項式ですから、これ規約と、でだからそれはアルファの最小多項式になっていますから、これの強約、だからこれとこれは強約であるってことがわかるわけですね。ごめんなさい。だからオメガの2の3乗根、それからオメガの次乗の2の3乗根は、これの強約と、もちろん自分自身も強約ですだから2の3乗根はもちろん自分自身とも強約です、こういうふうな明らかな例はあるわけですね。はい、それで強約に関して明らかに成り立つことは、次の補題が成り立ちます。L と M を K の拡大体として、拡大体とかで書きませんけど、 K の拡大体として、α が L の弦で、それから、ファイがタイとしての軽順度形とします。念のために言っておくと、この AL っていうのはアルジブラの略で、加群としての順度形ではなくって、軽代数としての順度形という意味で、AL と、書いています。で、ファイが軽順度形で、FX が形状の多項式で、Fα イコール0ならば、F の、Φα も0となると。
こういうことが簡単に分かります。証明しますけど、よって、φα は、α の共約になるということが分かります。で、証明しますけど、なぜかというと、fx を x の n 乗足す ahx の n-1 乗足す点点点、x の、ごめんなさい、 an と、それと、まあ、これらは k の元として、これらは、まあ、k の元として、こういうふうにすると、fα は0なんですけど、α の n 乗足す hα の n-1 乗足す点点点、an イコール0なんだけど、これにφ を適用すると、これにφ をこう適用するとどうなるかっていうと、順動形なので φα の n 乗足すで、φ っていうのは軽順動形ですから k の元は変えないわけですね。φ1、まあこう書いておきますか。φa1φαn-1 乗足す点点点、まあイコール0と。こうなって、軽順動形なので、これは a1 などになるということになって、ということになって、φα は α と同じだから、ということになって f の φα イコール0と、こういうふうになるわけですね。特に fx が α の最小多項式だったら、これ成り立っていますから、f が α の最小多項式、ここでは f は規約とは仮定してないんですけど、最小多項式の場合より、φα は α の共約であるということが分かります。はい、でこれで証明を終わり。で、第一平方の存在に入る前に、もう一つだけ、命題を証明すると、まあ拡大体として、拡大体としてアルファが L の元で、fx、アルファの最小多項式と、まあ最小多項式、まあ規約で、規約であって、アルファを根に持てば、それは最小多項式になるということは前回言いましたよね。それで、ベータも L の元であって、あれちょっと待って、はいはい、それでベータが L の元であって、fα、ごめんなさい、fβ イコール0なら、ベータは fx はベータの最小多項式でもあって、これなら、fx はベータの、形状の最小多項式でもあると。でもあって、もう一つ重要なんですけど、もう一つ重要なんですけど、さらに、あるファイっていう、k アルファから、k ベータへの、k 同型であって、k 同型、K 同型であって、φα イコール β となるものがあると、この部分が重要なんですけど、
だからここの主張で最小多項式っていうところを規約多項式、単に規約多項式で、Fα イコール0となるものというふうに置き換えてもいいわけですね。はい、それでこれはですね、ガロア、ある特定の性質を持つようなガロア群の弦が存在するっていうふうなことを言うのに、とても役立つ性質です。アルファをベータに、だからさっき言ったように、ルート3は変えないでルート2をマイナスルート2にするようなガロア群の弦があるっていうふうな、そういう類のことを示すときに、こういうふうなこの命題が使えるわけですね。だからそういう意味でとても大切なんですけれども、後で、頻繁に使うことになります。で、これの証明ですけど、証明ですけど、前回の命題によって、Kα っていうのは代数的ですから、アルファで生成された体はアルファで生成された間と等しくなります。で、この間というのは、KX モード FX と同型で、ここで、X はアルファに対応しているわけですね、この同型で。で、同じことが規約多項、最小多項式は規約多項式で、で、ベータを根に持つと。で、このベータの最小多項式にもなっているっていう部分は前回すでに証明しました。規約多項式で、ベータを根に持てば、その規約多項式はベータの最小多項式であるってことは前回証明しました。だから あの主張の最初の部分、FX はベータの最小多項式っていう部分はもう前回、証明済みです。で、だから同じことが Kβ イコール、だから、ベータで生成された体はベータで生成された間と、等しくって、これも同じものに、等しいと。で、X がベータに対応すると。だからここからここに行くのにこう行ってこう行って、これ同じものでこう来ればいいわけですね。これはこうだけど、こう逆にすれば α は x の、まあ、こういうことですけど、こういうことですけど、 α は x の類に対応して、だからこう行ってこう、だから どうしましょうか。こう行って、まあ、ここイコールでこうくればいいと。もう書きませんけれども、これで、証明が終わってるわけですね。はい、はい、これで、拡大体の基本に関することは終わりました。で、これから代数平方の平方の構成に入ります。それで代数平方の存在なんですけど、代数平方っていうのは C みたいな任意の多項式が根を持つような、そういうふうな体のことを言います。で、なぜこういうものが欲しいかっていうと、例えばですね、ルート2の3乗とか、こういうふうなものの性質を調べるときに、これの最小多項式は強約っていうのは、こういうものだったわけですね。こういうものだったわけですね。で、十分大きな体で、強約をすべて含むようなもの、そういうふうなものを一つ固定して話を進めると、まあ、話が進めやすい。で、強約って言っても体っていうのはいっぱいあるっていうか、抽象的な概念なわけなので、抽象的な概念なので、でもほとんど同型で同一視するにしても、一つ十分大きな体を考えておいて、
その中のどれかに同型であるっていうふうな、そういうふうなことを考えると、その比較的限定された中で、話が進められるので、そういうものが欲しいと。だから代数平方が何であるかとかってまだ定義してないんですけれども、そういうものが欲しい。だから とにかく代数拡大であったら、それに対応するような体を全て含むような十分大きな体があると、その中で話が進められるので、そういうものが欲しいと、そういうことなわけですね。はい。で、代数平方の定義を、すると、はい、まず括弧1で、K が体として、任意の、次数が正の多項式が K で、根を持つ。持つとき、K を、代数平体と。平体というと。いうのが代数平坦の定義で、それで K 任意の体として L が、まあ、拡大体、代数拡大で代数拡大で拡大で代数拡大で L が、代数平体であるとき、 L をK の、代数平方と言います。というと、これで定義終わりなんですけど、ここでは証明しませんけど、C は代数平体っていうのは皆さんよく知ってますよね。これ代数平体。代数平体で、それは代数学の基本定理と呼ばれるもので、解析的に、まあ、基本的には解析的に証明されるもの、いろんな証明がありますけど、でそれはここではやりません。時間があったら R 上の奇数字の多項式が根を持つということを利用して、それとシローの定理を、ガロア理論とシローの定理を組み合わせた C が代数平体であるっていう証明を一番最後くらいにやるかもしれませんけど、とりあえずはやりません。で代数平方を任意の単位に代数平方が存在するっていうことを証明したいんですけど、まずですね、間違った証明します。ここでその代数平方と言ってますけど、これが本質的には一義的なんですけれども、それはまた後で言います。これ一時的で、経動形を除いて一時的であるということが分かるんですけれども、それは後でやることにして、代数平方の、代数平方の存在、代数平方が、存在することの間違った証明、間違った証明をすると、正しい証明をどうしてそうなるかっていうことの理由が少し分かるんじゃないかと思います。で間違った証明っていうのは何かっていうと、次の議論、間違った
った議論ですから、それ間違えないでくださいね。これ間違ってます。X をあの K の、全ての、代数拡大代よりなる、集合とすると、で、この集合に関して、L1 と L2 が X であるときに、L1 が L2 の拡大体なら、L1 が L2 以上であると、と定義と。定義すると、この X っていう集合は機能的集合になって、機能的集合になって、ソルンの補題より、極大限、極大限 L0、まあ、LMAX とでも書いておきますかが、極大限が存在と。で、これ代数平方になっ、これ代数平坦になっていなくてはいけないんですね。それはなぜかっていうと、これの代数拡大があれば、これの代数拡大は K の代数拡大にもなってますから、極大性により、一致しなくてはいけないと。だから極大性よりこれは K の代数平方であると。はい、これで証明おしまい。はい、どこが間違ってるんでしょう。どこが間違ってるんでしょう。皆さん分かりますか。誰か誰か指摘してください。はい、はいはいはい、そうですね。はい、ここが間違ってるんですね。ここが間違いですね。はい、全ての代数拡大よりなる、集まりというのは、ここ集合にならないんで、これでソルンの補題が使えないんですね。これがなぜ、集合になってないかっていうのを簡単に説明すると、こんな感じです。もちろん K 自身が代数平坦だったら K の代数拡大っていうのはないわけだから、 K 自身しかないわけだから、K 代数拡大でないとします。K 代数、平方で、代数平坦ではないとすると、ないとすると、はい、この時にですね、K の全ての代数拡大よりなる集まりが、もし集合、上の X がもし集合になってしまうと矛盾が起きるということを証明します。上の X が、集合なら矛盾、することを、証明します。集合論で注意しなくてはいけないのは、大きすぎる集合を考えてはいけないんですね。大きすぎる集合を考えると、まあ、矛盾が起きるというのはよく知られていることで、全ての集合を含むような集合があると、集合が自分自身を弦に持つことになるわけですね。で、すべての集合を含む集合があると矛盾が起きるっていうのは、ラッセルの逆理というやつで、それはここではもう証明しませんけど、これが言えると、これがもし、上の X がもし集合だったら、すべての集合を含む集合ができてしまうということを、証明します。それはなぜかというと、
まあダイス平台ではないので、これダイス拡大で、ダイス拡大で x はあの k に入らない l の元とします。でどうします。で s2 の集合として、2の集合として、まあ s はあの k に含まれないというふうにしておきましょう。あ、 l に含まれないか、あ、 ごめんなさい、 l に含まれないとしておきましょう。l に含まれない2の集合を考えたときに、 s としてあの s の元で l に含まれない元を取ります。で、なんていうのかな、 l の x の部分だけ s に取り替えた集合を考えれば、あのそれは代数拡大になるわけですね。で、どういうものを考えるかっていうと、 f イコール l 引く x を考えて、これと s の和集合というのを考えると。そういうのを考えます。そうすると、f と l は全単車が存在するわけですね。φ を l からあの f への写像で、y が x でなかったらそれは y に行って x は s に行くと、こういう写像を考えると、当然これ全単車なわけですね。ファイ、全単車いいですか。x とだって x を s で取り替えているんだから、取り替えていて、だからそれ以外ではあの何もしないということはできるわけですね。で x を s で取り替えているんだから、 x をただ x に取り替えているだけということになるので、これ全単車なわけです。で、l はあの k の代数拡大、でもちろんあの k の元は変えてないと。a が k の元だったら φa イコール a になってます。で全単車なんだから、あの l に対の構造が入ってますから、 f に対の構造を入れることができると。だから、φ により、f を、単位にできる。で、f は単位、単位できて、k の元を変えていないので、k 動形になってるわけですね。k 動形になっているので、l が、あの k の代数拡大だから f も代数拡大になっていると。φ は k 同形とになるように、単位ができるわけですね。で l が、代数的なので f も代数的になります。はい、そうするとあの f は、まあ、この記号を使っていいのかどうか分かんないけれども、もう x が集合と仮定してるんだからこれでいいですよね。f はあの k の代数拡大になっているので x の元になっています。で、あのだからこれ集合族になっているわけですね。 x を素位集合とする集合族になっていると。で、集合族 であれば、集合族であれば、あの x に入っている集合の、和集合を取ることができる。でこれ集合ですよね。集合族があれば、そのメンバーの、全ての和集合を取ることができると。でこれ集合なんですけど、L、最初の l はもちろん、これ何てしよう、 y としますか。
で、L は大数拡大ですから、これ L は入っていると。で、S が L に含まれないような集合だったら、それの任意の元を Y は含んでます。S が、L に含まれないならば、その任意の元を Y は含んでいるんだから、Y は S を含んでいると。だから、L に含まれる集合も L に含まれない集合も、全て含んでいるということになります。だから Y は、全ての集合を含み、それで矛盾と。ということが言えて、でこれがなぜ間違っていたかっていうと、だから X が集合でないということを証明したわけではないんだけれども、もし X が集合であるってことが証明できたとしてしまったら、全ての集合を含む集合ができてしまって、それ矛盾ということになるわけだから、 X が集合であるってことが証明できるわけがないんです。だから、X が集合であるということは証明できない以上、ソルンの副題をこうやって、使うのは間違いなわけで、だから、どこかでソルンの副題を証明し使わないと、大数平方の存在って証明できないんですけど、こうなんかこう限定されたところで、ソルンの副題を使わないと、証明にならないわけですね。だから、こういうところで、大数平方の存在を証明するときに、工夫が必要になってくると、そういうことになるわけです。なおですね、集合論で、XI っていう、集合族があったときに、これはですね、あらかじめ、これらすべてを含む集合があると仮定していなくても、それらすべての和集合を取ってこれが集合になると、認めるのは、これ置換公理というやつで、置換公理というやつで、だからあらかじめ、全ての XY を含むような集合があると仮定しなくても、こういう集合を取ってもよくって、結果として全てのXI を含む集合というのが存在するということになると。でもそれはそうであると認めているだけのことですから、証明しているわけではないということになります。高校な私は中学の時に、だから集合論で和集合とかいうので、こういうふうな図で、なんか全体集合とかっていう言葉を使って、こういう図で習いましたけれども、今でも高校の教科書を見たら、今でも全体集合という言葉は使ってますけど、和集合を考えるときにはこういうそれを含むようなものがなくて、こういうふうにして和集合を考えていますけれども、それはやっぱり少し修正されたんですね、昔から考えると。でも全ての集合を含む集合というのはないので、こう全体集合という言葉はちょっと誤解を招く言葉だと思いますけれども、補集合なんかを考えるときには、まあ一つ集合を固定して考えるっていうことがあるけれども、和集合に関しては、なんかそう両方を含むような集合をあらかじめ考えてなくても、こういうふうに和集合というものを考えても良いと、和集合共通集合を考えても良いというのは現在の、公理的集合論の考え方です。はい。で、こういうことがあるので、こういうことがあるので、限定された範囲でソルンの補題を適用しなくてはいけないんですけれども、濃度を使った集合の濃度を使った証明をすることにします。で、濃度は後で復習することにして、次の命題を証明してしまいましょう。L を K の、大数拡大とします。大数拡大とします。この時にですね、まず K が有限体なら、
が有限体なら、L は高々加算。高々加算集合であると。有限であるか、自然数と同じ濃度を持つと。で、もう一つは、もう一つは L が無限体なら、K が無限体ならば、L の濃度と K の濃度は等しいということがわかります。で、これの証明なんですけど、きっとできますね。濃度に関しては昼休みを挟んで後で3限でちょっとだけ復習しますけれども、まずカッコ1ですけど、カッコ1ですけど、もう同時にできるのかな、 xn を l の限で形状 n 次の多項式の根になるもの全体とします。この時に L は当然 L 大数拡大なんだから、XN の和集合にはなっているわけです。はい、それで XN なんですけど、 XN、まず L の濃度はK の濃度以上ってことは分かる。だって K を含んでるんだから。これは明らかですよね。はい、だから K が有限体だったら L が高々加算で、 K が無限体だったら L の濃度が K の濃度以下ってことを証明すればいいわけですね。それで、XN の濃度なんですけど、XN はだから N 次多項式を X の N 乗足す A1X の N-1 乗足す点点点A の N と、こうするとこれ N 個の K の限より定まっていると。で、そこで、N 個結果として、N 個の N 個の根が N 個以下の根が出てくるわけだから、XN の濃度はどれだけかになる、どれだけかっていうと、だからこれが出てきてそれの N 個っていうことは、まず K の N 乗で、こういう多項式が定まって、で根が N 個出てくるので、それ同じものを N 個直和を取ったもの、そういうもので、表されるわけですね。だけど、K が無限体だったら、K が無限体だったら K の N 乗の濃度は K と等しいで、それの直和を取っても、K の濃度と等しい。だから、これは、K が有限ならば、高々加算で、K が無限体だったら、これはイコール K の濃度と等しい。K の直積の濃度は K の濃度と等しくなります。で、K と K2 つ並べるっていうのは無限体の場合ほとんど問題にならないので、やっぱり濃度が等しいということになって、XN の濃度は、高々加算か、K の濃度と等しいものになっていると。で、L の濃度は、L の濃度は、まずそういう N 個のもの、これ、和集合なので、和集合な、有限体だったら、高々加算、高々加算なものの
な集合の、加算庫の場と、で、K が無限大だったら、K の、自然数個、K が自然数個出てくるから、K×N との濃度と、以下になるわけですね。だけど K が無限大だったら、K×N の濃度っていうのは K の濃度と等しくなりますから、 L の濃度は K の濃度以下になるということになって、逆の方眼関係ができましたから、有限体の場合には L の濃度は高々加算で、無限体の場合には、こちら側の不等号は明らかなので、L の濃度は K の濃度以下になって、両方の不等式が言えていますから、 L の濃度と K の濃度は一致するということがわかります。はい、じゃあこれで、2限は終わりで、昼休みのあと3限はこれの続きで代数平方の構成をすることにします。じゃあおしまい。